こんにちは、センターシールアールのビデオメイキングアーカイブ AL2C の第34回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。前回でコンパイル単位とかですね、その IL2C が変換した C のソースコードをどうやってまとめていくのか、実際のその、ネイティブコードに、至るのかとか、あるいはそれを、ライブラリ化するんであれば、ライブラリがどう利用されるのかっていうことに基づいて、どういうヘッダーファイルとか、どういうソースコードファイルとして出力すべきかみたいなものが今あんまりそこに踏み込んでないことがあって、ただ型の出力をですね、どこへ配置するか、どのファイルに配置するかとかいうのが問題になるので、そのあたりをちょっと考えざるを得ないのかなみたいないうところで終わったんですね。で、ちょっと、現状どうなっているか、あの IL2C エグゼ、IL2CFZ、こいつが今、アセンブリの、ファイル名ですね。ファイルと、アウトプットファイルの、パスを指定して、実行するようになってるんですけれども、これ想定していることというのは、そのインプットとなるアセンブリですね、アセンブリがあります。で、こいつは暗黙にですけど、内部に N 個のN 個のモジュールがありますと、モジュールがあります。で、この中にそのタイプがあるわけですよね。こんな感じであると。で、今現在は、これを出力ってやると、そうすると単一のファイル、なんとか .c でも h でも指定した通りの名前で出るんですけど、ここにとにかく全部出る、変換対象になったコード全部出る、こういう感じですね。っていうふうになってます。で、ところが、今内部のその、トランスレートコンテキスト、こいつがモジュールを指定して、このコンテキストを定義している関係で、つまりこのトランスレートコンテキストのインスタンスっていうのは、それぞれこれらのモジュールを特定するような形で、変換処理を実行してるんですよね。だから必然的にその変換の単位っていうのがモジュールごとになる。で、何度も言って言ってますけど、今の .NET のアセンブリは、マルチモジュールって扱ってるのは、まずなくてですね、一つのアセンブリイコール一つのモジュールではあるんですけど、今トランスレートコンテキストの単位はこうなっていると。なぜならば、こいつがリゾルブを、リゾルブメソッドですね、各種、リゾルブタイプとかリゾルブメソッドとかリゾルブフィールドっていうのを持っているので、
モジュールは特定しなきゃいけないんですね。これはアセンブリにあるわけではなくて、モジュールを特定しなければいけないという関係上、どうしてもこのモジュールを意識しなければいけないので、今こうなっているんですよね。じゃあ、そのモジュールごとに、変換の対象を決めたりとかし、こいつの中でほじって決めている、その中に、今同居する形で、インクルード、インクルードに関する情報もこの中に含まれている。こいつがインクルード文になる。インクルードなんとかみたいになる元ネタになる情報もここに入ってるんですね。なので、指定してるのはアセンブリ全体なんだけども、出力の対象としたいのはモジュール単位なんですね、実は。じゃあここで出力すべきこのインクルードとか、それから実際に変換したソースコード、それから構造体の定義とか、そういうのは、モジュールごとに出すっていうのが、まあ、一番自然な考えですよね。例えばそうですね、まあ、焦げ DLL というアセンブリを変換すると、そうすると、これって、単一モジュールだとするならば、焦げ DLL という名前のモジュールが1個だけ含まれているので、これを変換すると、まあ、例えばですけど、焦げ値と焦げ C が出るみたいな、ちょっとこれだと紛らわしいから、こんな感じ。っていうふうにしたとします。仮にですけど、マルチモジュールアセンブリがやってきたとして、マルチモジュールアセンブリだとですね、モジュール0がこのエンベットされていたりして、でモジュール1が違う名前で、例えばホゲ1ネットモジュールとかいう名前でやってきたとするなら、これどういうふうに変換するかですよね。まあ例えば、元のこの、ヘッダー、そうだな、プライマリーは、まあ、このまま、この名前を、アセンブリの名前をそのまま出すとして、まあ、あるいはモジュールに付けられた名前でもいいかもしれないですけど、でモジュール1の名前はこれになっているので、こいつは、ホゲ1?エッジとか、焦げ 1C みたいな形で出力されるモジュールごとに、これをもう本当にそのまま適用するならば、この構造ならば、モジュールごとにその、対象となるヘッダーファイルとソースコードファイルを出力するってやると、合計4つのソースコードが出力されるみたいな話になるんですよね。でさらにですね、こうなった場合、実際扱うときどうするかというと、まずこの C のソースコード2つはコンパイルされて、例えばオゲリブとかですね、オゲ A なのかオゲ SO なのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、こんなバイナリーのライブラリですね、ライブラリアンにかけて、こういうのを生成しておく。それから、ヘッダーの方は、
こいつは include で、OHH このホゲヘッダーの中に include ホゲ HH って書いてあって、そいつがこいつもインクルードするみたいな感じになるっていう仕掛けをしておき、配布物としては、今言ってるのはこれライブラリの構成ですけど、ライブラリライブラリビルドした時の話ですけど、配布物はこのホゲイチ、いやホゲイチとホゲイチ H を配布します。でそれから、これですね、これライブラリを配布するみたいな感じですよね。まあもうちょっと書くなら、厳密に書くならばホゲイチとホゲイチ H とホゲリグみたいな感じ。この3つのファイルをこのライブラリとしてパブリックに配布するみたいな感じになるんじゃないかなと思います。まあ今ちょっと掘り下げて考えてみましたけど、まあこれでもいいような気はしますよね。これがエグゼキュータブルビルドになるとどうなるかというと、ここで2つのソースコードをコンパイルして出来上がったものは多分こうメイン関数を含む実行可能なファイルとして生成されるので、まあ配布物はエグゼだけですよね。Win32 の世界でいうのはエグゼだけ、まあ他のプラットフォームだと IoT とかだと実際にその、デプロイするバイナリーイメージかもしれないですけども、というような感じになりますかね。いいかな、これで。なんか、その、出力されるファイルが、この構成だけでも、なんか、まあ、マルチモジュールだった場合の話ですけど、なんか4つとか言ってファイルが増えちゃうんで、それはなんか、シンプルっていう意味でどうなんだろうっていうのは、ちょっと、もやもやとそういうことを感じてたので、あえて触れないようにしていたんですけど、まあ、いいかな、これで。あとは、こういうファイルが出力されるようになったとして ALM 的に埋めなきゃならない、問題は、ビルドをどうやって円滑にやるかですね。一番簡単なのと多分なんかメイクファイルが自動生成されるとかですね、あるいはその、まあ、Visual Studio の環境であればその VCX プロジェが自動生成される、で要するに MS ビルドがそのまますぐかけられるみたいな、そういうものが同時に出力されてもいいのかもしれないです。あとはあれですね、よりプラットフォーム依存を排除する方向で考えるなら C メイクとかあの辺に対応させるとか、Linux 環境とかあっちの BSD とか考えるとコンフィギュア、オートコンフとかですね、あの辺りに対応させるとか、まあ、そういうようなことは考えられるかもしれないね。そういうスクリプトを自動生成するいうようなことがあるかもしれないですね。まあそれはそのコンパイル単位としてそのヘッダーファイル何を出力しました、そのホゲ H とホゲ1H を出力しました、ソースファイルとしてホゲ C とホゲ1C を出力しましたっていう、これのリストさえあれば、あとはなんかいかようにでもスクリプトは生成できるような気がするんで、まあ後からそれは考えても問題なさそうですよね。なのでではですね、今この IL2C エグゼのプロジェクトの都合上をアウトプットファイルって単一のファイルとして指定してたんですけど、ここの部分は単一のファイルとして出してたんですけど、なんか出力先のパス、フォルダというかディレクトリのパスだけ指定するようにして、そこの中に、自動的にこのアセンブリから導き出されるモジュールの各名前を付けたソースコード
を出力するようにするというふうにしますか。そうであれば、モジュールごとに出力するので、このトランスレートコンテキストをそのまま今、実装しかけたあの方法のままでいいってことになりますね。うん、大丈夫かな。はい。じゃあそんな感じで、やることにしましょうか。そうすると、まあちょっと分かりやすくするためには、プログラムですね、こっちの方をいじっていくことにしましょうか。まず、コマンドラインの引数ですね、これかな。メインのこの args の引数のここに今ソースコードのファイルを指定することになってるんですけど、これを例えばアウトプットパスとか、まあちょっと抽象的な名前に変えておきますかね。で、まあ中身は結局アウトプットパスになってるわけなんですけど、で、こいつはパスであって、要するにフォルダですね、フォルダであって、そのファイル名ではないので、こいつはそのままは何かするわけじゃない。で、あと、出力先はどうしようかな。ここであらかじめ、ちょっと見にくいか。フォルダが存在するかどうか見て、なければ作るみたいにしときますか。クリエイトディレクトリでパスで指定されたのを作るという感じにすると。で、これなんでキャッチブロックでエラーを潰そうとしているかというとですね、仮にこのツールが並列実行された場合、例えば MS ビルドとかで並列実行された場合に、同じパスをギリギリのタイミングでこうチェックして、それから両方ともないから、両方ともクリエイトするみたいなのが平行的に走ってしまうと例外で刺さるので、なのでキャッチで逃がすみたいな感じにしておきます。で、これで出力先のパスは決まりました。で、アセンブリは今ここ手元にロードしました。で、アセンブリのそれぞれのモジュールを列挙しているのはこの foreach ですね、ここの foreach で、それごとにファイルを出力するので、外側で今これユージングしてるんですけど、これじゃダメなので、一旦これを削りますね。ゴーと。で、foreach を一段下げて、それごとに処理するみたいな感じにします。で、どうするかな。とりあえずここかな。まずはその、ネストの、ネストの、この範囲というか逆にしました、ロードしたアセンブリに対応するモジュールを列挙しながら一個一個ファイルをオープンしてゴニョゴニョと。で、アウトプットパスはそのフォルダのパスなので、ここでファイル名を作っておきますね。ファイルパスとかにしておきますか。パスのコンバイン、アウトプットパスにモジュールのネームでいいと思うんですけどね、これがね、なんかひょっとしたら、なんだっけな、モジュールの名前とかはそのファイルの名前が取れるかもしれないですね。モジュールのプライマリーだとホゲ DLL っていう名前そのものが取れて、でセカンダリー以降のモジュールだとそのドットネットモジュールってついた名前が取れるかもしれないですね。残念ながらね、それを目撃したことはないんですよ。未だかつてマルチモジュールアセンブリというのを現物を見た記憶はないです。一度もないな。僕ドットネット 1.0 からずっと関わってるんですけど、結局マルチモジュールアセンブリって目撃したことないし、自分でも作ったこともないのでわかんないんですけど、それが来る可能性があるので、じゃあパスゲット
ファイルネーム without extension で囲っておきますかね、こんな感じに。うん、まあ、気休めかもしれないですけど。そうですね。で、ファイルパスが得られます。で、こうすれば、それで、ファイル名としてつながるんですが、これだと拡張しないですよね、今ここで削ったので。で、じゃあ、ここの拡張子は何になるかって話なんですが、今までは外から、コマンドラインオプションで、拡張子も含めて指定してたんですよね。で、なんですけど、今ここにはない、さらに言うなら、今、そのヘッダーと、うん、これだ。ここで、モジュールごとに、こう組を出すっていう話をしてます。だけど、モジュールごとにヘッダーファイルと C のソースコードのファイルと分けるっていうのが前提になってるんですね、この方法は。これが一番望ましい形になってるんですけど、で、こういうことをやるのはもっと後にしようと思ってたんですけど、今やらざるを得なくなってしまったんで、なので、ここでヘッダーファイルへの出力と C のソースコードへの出力っていうのをちゃんと分けて考えるようにしましょう。で、今ファイルストリームは1個しかオープンしようとしていないので、これはまあ両方オープンするか、なんか片方ずつ出力するかみたいなのをやらないといけないですね。どうしましょうね。まあ、とりあえず、まずヘッダーからいきますかね。こういう感じでファイルパス .h、 上で作った方がいいかな。ヘッダーパスイコールファイルパスプラスヘッダー、まあちょっとソースパスとかも作っておきますか。ソースパスはファイルパスに、C とつけると、こういう感じですね。で、ヘッダーパスをオープンします。 FS ヘッダーみたいな感じで、はい。で、と思いつつですね、これ見ていくとこの後、ここで実際にソースコードの変換をやるんですよね、このコンバートメソッドで。ここでテキストライターを使って、その変換したソースコードを出力してるんですけど、ここに出力すべきものって、ソースコード、これでいうとこの、これですね、とか、まあこれとか、ソースコードへ出力するものが、あそこで指定されるべきもののはずです。そうするとね、ここ、先にソースコード、FS ソースとかにしておいて、で、これ、ソースパスを先にこういうふうに指定してですね、ちょっとこれさっきメモリストリームに一旦保存してみたいな話をしてましたけど、そうではなくって、こういう感じで TW ソース、ちょっと名前を付けておきましょうか。こういう感じで、こうかな。で、ライトラインします。はい。こういう感じで、もういきなりそのソースファイルの方に、この変換結果をガーンと出力していくというふうにしますかね。で、これ終わったら、FS ソースを最後に、TW ソースからフラッシュして、で、クローズされるというふうにすると、その変換結果全部、モジュールですけどね、モジュールの変換結果はすべて、ソースコードの中に出力されますと。いいですよね。で、ソースだけ出力されても、その構造体宣言とかそういうのが出てないので、ちょっとトランスレートコンテキストが、このソースコードの中に入っているとまずいので、これは外へ出しますね。この辺かな。この辺に出してやる。はい、いいですね。で、とりあえずソースは出力できました。
あとは、ソースは、こうか。このソースはきっとソースコードの中でインクルードしてると思うんですよ。こいつはインクルード焦げ1みたいな感じで、あ、ちょっと切れてますね。ごめんなさい。なんかあれですね、ホワイトボードの端の方が、なんかフォーカスというか合ってない感じですね。調節できるかな。ちょっと待ってくださいね。あ、多少マシになったかな。こんな感じですかね。はい。と、こいつは、なんか、いいカメラ欲しいです。インクルードおげエッチみたいな感じで、きっとC のコードの先頭にそのヘッダー、このヘッダーをインクルードするみたいな指示があると想定できますよね。でないと構造体とかわからないので、今出力したのってIL を変換した、関数だけが含まれてますね。関数の実態だけが。なので、構造体宣言とかがないし、ないので、なので、それはヘッダーの方に、出力する必要があります。じゃあ、ソースコードの先頭に、こういうのを出力しとけばいいんじゃないですかと。ライトライン、インクルード、ですね、ソースパス、ヘッダーパス、ヘッダーパスか、でもこれアウトプットパス含んじゃってるもんね。ああ、そうか。じゃあ、ヘッダーネームを決めないといけない。ああ、というか、モジュール名を、こういう感じですかね。バー、モジュールファイルネームみたいな感じで、出しといて、これを使って、ファイルパスを構成し、ヘッダーパスが作られる。同時に、こいつ、に、こうかな。こういうモジュールファイルネームを指定し、ヘッダーと。こういう感じですかね。これで、あとちょっと見にくいといけないので、ライトライン。これで、ソースコードの方にはひたすら、最初にヘッダーのインクルードがあって、あとひたすら実装が出力される。みたいな感じになりますね。ああ、いいですね。で、これでソースコードでできました。で、今度は、ヘッダーファイルの方なんですが、同じような感じで、こう、もう一回オープンします。今度はヘッダーファイルをオープンします。これ一箇所しか使ってないな。ちょっと、こうしますか。これもやめて。で、あ、ソースパ、ん？ソースパス？違う違う。ファイルパス。ファイルパスプラス C。C のファイルを出力します。で、ストリームも同じです。あ、これ、ちょっとあれだな。FS ソース。ソース、ソース、ちょ、待てよ。ソース、そうですね。何を言ってんだ、俺は。ヘッダーでした。ヘッダーですね。なので、ここ、FS ヘッダーに名前を変えておきます。テキストライターもヘッダーに直しておきますと。はい。で、このヘッダーの方は、
とりあえず現状を忠実に移植するんであれば、インクルード、スタンダードグーグ、エッジ、それから、インクルード、スタンダード、イント、エッジ、それから、ストリング、ストリングエッジでしたっけ、ストリングスエッジでしたっけ、あとね、BSD とかにあるんですね、ストリングスエッジとかね。どれだったか、ストリングエッジですね。ストリングエッジ。はい。昔のね、BSD 系、BSD? システム ?BSD だったの、ストリングスエッジがあったわけです。まあいいや。で、これでヘッダーのインクルードが出ました。で、あと、この後に続けて、構造体宣言ですね。構造体の、全構造体をここに出力すればいいと。どうするかというと、コンバートタイプかな。こういう感じ。で、ここにタイプを指定するんですが、それはどうなってるかというと、アフォーイチで回さなきゃいけないのか。モジュールタイプ。これと、まあなんか似てますね。そういう意味では。ちょっともう一回じゃあコピペ、すいません、コピペばっかりで。コピペ中なんで。はい。で、モジュール内の、すべての、型を取り出します。その型がクラスかバリュータイプだったら、ここですね。ここは、メソッドの列挙はここではやらないので、省きます。その型をそのまま、出しますと。クラス、クラスはまだ対応してないので、ちょっと削っときますね。どうせ後で、出さなきゃいけなくなったらここに出すようにするので、削っときます。で、これでタイプが、得られたので、TW ヘッダーに対して指定された型を出力する。って感じですかね。で、コンバートメソッドじゃない、コンバートタイプ、こうか、こうですね。で、1個出力したら、まあ、気休めというか、見やすくするために、一応ヘッダー1行開業しておきます。で、これで N 個出ます。で、ヘッダー全部出し終わったら、フラッシュします。終了と。こんな感じですかね、流れはね。ああ、いいじゃないですか。これで OK？ これで OK ですよね。以上ですよね。この辺関係ない。この辺ももういらないですね。で、これがモジュールごとに繰り返されるって感じですね。まあ、ここまでできればね、これ、モジュール全体に対して並列実行とか簡単にできますよね。パラレルフォーイーチとか使えば、なんかガーッと一度に出したりとかできますね。ああ、いいじゃないですか。こんな感じかな。使用する、トランスレートコンテキストはモジュールが指定されています。こいつを使って、一旦ソースコードを出力しつつ、必要な型情報はここの中に、追加されていく。で、型の情報を出すときにもそれが使われると。で、ここまでで、ようやく一番最初の話に戻るんですね。トランスレートコンテキストの中に、そのインクルードすべき情報がすべて含まれてますよね。最初に、コンバートメソッドで、そのメソッドのソースコードを出力しつつ、解析を行って、必要なヘッダーファイルの情報も収集されているはず。その情報はトランスレートコンテキストの中に収集されているので、ここの先頭の今ここハードコーディングしてるここのところでその情報を出力すればいいと。バーインクルードファイルネームイン、あ、そっか、今まだ見えるようにしてないですね。じゃあ見えるようにしましょうか。トランスレートコンテキストの実装の方に行きます。
今ハッシュセットでこのインクルーズというのを置いてあります。これが外から見えるようになればいいので、この辺にでも置きますか。イナメラブルストリングゲットリクワイヤードインクルードファイルネームズイナミレートとリクワイヤードインクルードファイルネームズってやって、まあ単にこれを返せばいい。ハッシュセットが列挙可能なのでそのまま返してやればいい。これで外から情報が収集できるようになったので、これかな、ちゃうわ、これか、ここでこのメソッドを呼び出すと一個一個、ファイル名が取れるので、まあちょっと鬱陶しいかな、こんな感じにしておきますか。そいつをヘッダーファイルに出力していけばいい。フォーマットの仕方はとりあえず今はこうですね。こういう感じ。ここですね、さっき言ってたその使い分けをどうするかみたいな話、インクルードすべきファイルを、この大なり小なりの記号でやるのかダブルコートでやるのかみたいな違いがここに出てきますが、それはまあちょっと後に置いておきましょうと。これで出力されるはず、必要なインクルードファイルが。そしてまあ上等手段としてよくあるんですが、ヘッダーファイルが何度もインクルードされても実害ないようにするためにまあおまじない的なのも出力しておきますかね。 if ndef ここはそうですね、ファイルパスではない、名前モジュールファイルネームかな、モジュールファイルネーム、ここね、モジュール、この名前にしておきますか。汚い名前にしておくと。で、define。そして、これら全部出力し終わった後も、ここですね。ここにも、endif と。いうのを出力しておくと。おお、なんか様になったような気がする。ここ回遊とかな、こんな感じですかね。できましたよ。とりあえずはこれでいいかな。ちょっとね、いろいろあるにはあります。書いてる途中で気がついたんですけど、どこ行った？このヘッダーファイルの中に定義される、シンボルですね。これは、複数個ある場合、つまり構造体の宣言が複数個ある場合にそいつらの依存関係があるんですよね。要するにどの構造体の方がどの構造体の中から参照されているかみたいな、それが、順序がちゃんとなってないと、例によって前方参照なので、定義されてないみたいなエラーが出てしまいますね。で、今そこ考えずに出しているので、それじゃあまずいってことになるかな。インクルードファイルのレベルで言うと、なんだっけ、他に必要な情報をあらかじめ全部インクルードする。で、しかも 今やったようにこの重複インクルードされた場合に除外するっていうのも入れてるので、まあつじつまは結果的に合うはずなんですね。それがまあC のそのヘッダーファイルをインクルードするときの上等手段なんですけど、でも一つのヘッダーファイルの中でその依存するシンボル名の参照は前方参照を守らなければいけない。そう考えるとですね、実はその、シンボルの定義はあらかじめ上の方で、その型定義だけ先にしておいてですね、それからその、
構造体のボディを再度宣言し直すっていうふうに、あのプロトタイプ宣言ですねっていうふうにしないといけないんじゃないかっていう気もなんとなくしますね。プロトタイプ宣言とか言い始めると C のソースコードの方もプロトタイプ宣言を先にやっておかないとまずいんじゃないかって気がなんとなくしてきましたね。これね、依存関係グラフを構築して解析すればどういう順序でそれが定義されてないといけないかって分かるには分かるんですけど、まあプロトタイプ宣言を全部最初にガーッと出力 しておいてあとは C のコンパイラーに任せるっていうふうにした方がいいのかもしれないですね。微妙かなまあいいか。まあなのでプロトタイプ宣言を出力するっていう作業が必要になる。今は多分ね、これテストしてるのはたった1個の構造体を出そうとしてるだけなので多分必要にならないと思うんですけど、まあそれが必要になるようになりますね。その複雑なあの構造体のネストしたなんかこうあの構造体の関係があの IL の中に含まれていると。でそれ C シャープだと書けるんですよね。あの同一アセンブリ内であればあの相互参照可能なので、型についてはあの C シャープであればね。これはあの F シャープとかだとね、あのできないかな、できないですよね。レッドレックすればいいのか。レッドレックすればそれは作れるけど普通は書けないですねっていうようなことがあるので、やっぱりそれはサポートしなきゃいけないんですけど、とりあえずなんか動くとこ見たいですね。ということで、まずこの IL2C エグゼの対応としてはこれでいいような気がします。で、我々はずっとテストコードを使ってテストをしていたので、そちらの方はどうなのかという話になるんですが、その前にビルド通るかな、通るか、ビルドは通りますね、大丈夫ですね。あと、これなぁ、ちょっと気になっているのは、あ、でもいいか、今、コンバートタイプで一つの型について変換して出力するみたいなのやってるから、まあなんかついつまわってるかな。メソッドを全部一個一個指定しては出力する、こっちは型を一個一個指定しては出力するみたいにやってるから、まあ合ってるか、まあいいですね、多分いいですねこれで。残るはなんかあったかな、型を指定する、それからテストコードは今このままで動くようになっているはず。あ、1個ありましたね。コンバーターの中で今インクルード出力してますよね。どこだ、あった、これだ、これはもう晴れて必要なくなった、削除します。これでいいかな。リターンタイプ、まあなんかきっといいで、あとテストですね。テストコードはこれか。テストにも問題があって、何かというとこれですね、コンバートメソッドを呼び出しただけではもはやこのインクルード文は生成されなくなりましたね、これで。なのでここを削除します。これはね、その IL2C のライブラリとしての側面を考えた場合には、なんかそのインクルード文から含めてちゃんとそのコンパイル可能なソースコードを出力してくれる、そういうインターフェースもあってしかりだとは思うんですよ。なんでなんかそれいつかこのコンバーターのところに追加して、今 IL2C エグゼに直接ゴボット実装しちゃったんですけど、あれの代わりになるようなものをライブラリとして提供できるように した方がよくて、まあそれいずれやると。そこの中、そのテストコードはおそらくそのインクルード文から何から全部出力するっていうのが確認できればいいみたいになるんじゃないかなと思います。
とりあえず今はこれでコンバートメソッドを呼び出しただけではインクルード文が生成されなくなったので、テストコードからそれらをすべて削除しますね。ここの部分ですね。これとこれ、それからこれ、いいですね。テストコードからこう冗長のな部分がなくなっていくっていうのはいいですね。はい。まあこのテストコードもね、なんか寿命がちょっと微妙ですけども、IL 単位でテストをかけるようにした暁にはこの辺どうなんだろうっていうのはちょっとあるにあるんですけど、必要になるかどうかみたいなのは。これも消します。これも消します。こんな感じかな。これね、そうだ、さっきちょっと頭の中によぎったんだけど、グローバル変数とかってどこで出してるんだっけ。コンバートメソッドで、それから、ああそうか、ここら辺で出してたんだったかな。ああなんかちょっと微妙に嫌なほどに気がついたかな。ああなるほど。今このインターナルコンバート、メソッドの変換するところの中では、どんなコードを出力しているかというと、その IL を C に変換した C のソースコードですね、ここで取得してるんですけど、こいつらを、まず収集します。でその後、スタティックフィールドの情報ですね、これをそのデコードコンテキストから吸い出して、で、そこにソースコードを出していると。でそれからですね、まあローカル変数はいいですよね、そのメソッド内に閉じた話なので、これは問題ない。スタックもそうですね、スタックに対応するローカル変数もそうです。ボディのソースコード出します。あれこんだけかな。あそうか、こんだけか。何を言っているかというと、やっぱりここですね、これって今のこのコードは何かというと、テストコードでいうとこのこの行、これですね、これグローバル変数化したもの、バリュータイプの中に定義されているパブリックスタティックなフィールドを今このグローバル変数として外出しして、ソースコードが生成されるようにしてるんですよね。テストコードとしてはこれで合ってるはずです。この行は出なきゃいけないので、出なきゃいけないんですが、これはヘッダーファイルにも出るべきかみたいな話なんですよね。ややこしいね。このまあちょっとマルチモジュールの話は置いておくことにして、ちょっと消しますね。ややこしい。マルチモジュールのまあ見たことないし検証するのみたいなのもあるんですけど、書いたからにはしなきゃいけないかなって。マルチモジュールって今も機能するんだよねっていう一抹の不安があるんだけど、まあいいや。でホゲ1とホゲ C が出ました。で今言ってた定義って C シャープで書くと、 C シャープで書くと、パブリック、ストラクトホゲみたいな構造体があったとして、パブリックスタティック、イント、バリュー1イコール123みたいに初化されてるみたいな、なんかこんな宣言ですね。これはスタティックフィールドなので、スタティックフィールドなので C に落ちると、C に落ちるとイント32キー、ホゲ
アンダースコアバリュー1イコール123みたいなソースコードとして出力されてるんですね、現状で。これは今の変更を行った状態で、どこに出るかというと、この行は、C のソースコードの中に、格納されます、ライトされます。で、これ C シャープもう一度見直すと、パブリックなんですよね、これが。まあもうちょっと言うとですね、この、構造体もパブリックですよね。ということは、あの C シャープの世界、あの C はちょっと置いといて、 C シャープの世界でいくと丸見え状態で、必ず誰からでもアクセスできるでしょうと。ちょっとリフレクションとか置いとけばできるって状況にあります。その誰でもアクセスできるっていう状況を C のソースコード上でも再現したいんですよ。 C のソースコードで今ソースコード内にはこういうふうに宣言されている。これをコンパイル単位の違う別のあのコード、何らかのコードからこう参照するときというのは、きっとこのホゲッチというのをヘッダーファイルをインクルードして、そして使うと思うんですけど、このヘッダーファイルをインクルードしたときに、このシンボルにアクセスできたいですよね、きっと。このホゲバリュー1というシンボルにアクセスできたい。これを実現するには、エクスターンイント32t ホゲバリュー1というエクスターンの行を、これをヘッダーファイルに出力する必要があるんですよ。で、構造体の定義、タイプデフストラクトなんとかっていうのは今ヘッダーには出てます。だからそれの後にこれを出さないといけないですね。でないと外からは、まあ、あのこのなんていうの、このシンボル名とそれからその型がちゃんと分かっていれば、エクスターンを自分で書けば一応取り出せるようにはなるんだけど、まあ、あの普通はちゃんとヘッダーファイルにそれが見えるようになっててほしいですよね。その条件はパブリック、パブリックでないといけないかな。パブリックインターナルだとダメですよね。インターナルの場合どうなるべきかというと、インターナルだからそのアセンブリ内でのみ有効なんですよね。それが C のソースコード的にどうかというと、マルチモジュールアセンブリとか、あるいはここで一緒にくたに出力される全然別のクラスとか構造体とかの メソッドからそれが参照された場合、それはインターナルだったらアクセスできる必要がありますよね。なので内部的にはアクセスできなきゃいけないから、内部にこの定義ってあのソースコードの先頭に出すので、まあ、このシンボルにはこの C のソースコード内であればアクセス可能ですね。マルチモジュールの場合はどうだったかって言われると、インターナルは同一アセンブリ内だったかな。だからマルチモジュールであっても、そのアセンブリ内であれば有効にならなければいけない。それあれですね、なんかこのホゲ C の先頭に出してるだけだと別のソースコード、マルチモジュールだった場合、ホゲ 1C とか分かれているので、今現状では分かれているので、そうするとこの宣言は見えないですね、こっちからだと。なるほど、なんか絶望感があります絶望感がありますね。どうしたらいいかな。まあクソ真面目にやるんだったら、このエクスターンはこれの先頭にやっぱり入れておくべきかもしれないですね。C どうだったかな。なんかエクスターン唯一のインスタンスであってもエクスターンってつけてもよかったような
キーが、コモンセクションに配置されるんだったかな、ちょっと記憶があやふやなんだけど、つまり、こうやって書いてもよかったような気もするんですよね。シープタプラだけだったかな。でもそうですね、初期化の式はどっか一箇所だけの方がなんかいいような気がしますよね。あるいはこれをやめる、これをマルチモジュールアセンブルの時に出力先のソースコードを分割するっていうのをやめて、単一のファイルに全部出力する。まあその方がいいかな。というのは、僕が思った理由は、マルチモジュールアセンブリはもはや使われてないイニシエの技術だから。ほとんどは、プライマリアセンブリ、プライマリモジュールだけなんですよね。だから、ここにそのプライマリモジュールの情報が全部出ます。マルチモジュールアセンブリの場合、そのなんかすごく雑多なものが全部単一のソースコードに出力されるっていうのは、なんか一見するとあまり良くないかなと思うんですけど、すごく長くなるかもしれないので。だけど、ないんですよ、今。そう、ほとんどないんですよ。ほとんどないので、そうしましょうかね。出力先のソースコードは単一の、ソースコードに出力する。で、あとヘッダーを分割するかですよね。なんかヘッダーの1個でいいんじゃねえかなって気も。ちょっとこれが可能なのかどうかは、さっきからずっと、今回の最初からずっと、そのモジュールが複数あるという前提で話しているので、本当にできるかどうかは、ちょっとコードを見なきゃいけないですけど、まあ、その方が簡単かな。なんかだんだんそんな気がしてきましたね。分けてもしょうがないか。どの道使われないですしね、ほとんどね。もしかすると IL2C 生まれてから死ぬまでの間に一回も使われないかもしれない。その方向で考えますか。もしそうすれば、このエクスタンでわざわざその外部参照しなきゃいけないっていうコードを C のソースコードにも含める必要はない。ヘッダーファイルにだけ入れればいいって話になりますね。その条件としては、そのフィールドがパブリックであることというのが条件になりますよね。まあ、もう一つ実はあって、これフィールドの話してますけど、メソッドも同じですね。メソッドもパブリックスタティックイント、メソッドみたいなメソッドがある場合、これは、関数のプロトタイプ宣言が必要ですね。で、それが、まあ、こっちの方、C の方は、まあ、いらない場合はいらないですけど、ヘッダーには必要ですよね。外から見えるようにするためには、やっぱり必要。いらない場合はといったのは、この C のソースコード内での、相互依存とか、そういうような可能性があるんだったら、プロトタイプ宣言が必要ですね。あるいは後方参照が必要になってしまうようなシチュエーションの場合は必要。まあ、それも、そのさっき言ったように、その依存関係を調べるのめんどくさいので、もうとにかく、そのソースコードの先頭に、プロトタイプ宣言は必要なものは全部出すみたいな方針にしとけば、まあまあ、まずは問題ない。という感じですかね。ちょっといけないな、いかんですね。なんかやることが多すぎますね。どこから着手するかな。まずは、マルチモジュールであったとしても、単一のソースコードに出力するってところだけをやりますか。それから、この辺のプロトタイプ宣言の出力をその、どっちかな、ヘッダー、パブリックなものはヘッダーに出す。こっちはパブリックなものだけを出す。
で、C のソースコードはヘッダーファイルインクルードしているから、まずパブリックなものの、プロットタイプ宣言は自動的にこれで担保できる。あとはインターナルなもの。インターナルなもののプロトタイプ宣言もここへ出す。プライベートはどうするんだみたいな話ありますね。プライベートはね、どうしましょうね。あのね、インターナルと一緒でいいかなって気もちょっとするにはするんですが、それを区別でしやすくするために、例えばですけどシンボル名の後ろにアンダースコアプライベートとかつけるとか、まあ先頭でもいいんですけど、あのつけるとかいう方法が一つ考えられます。で、まあただそれやったとしても結局はあのパブリックになってないのでヘッダーファイルには含まれないから、これをライブラリ化した時に他の人がそのプライベートな要素にアクセスするのは難しくなります。難しいのでそれは変わんないんですよ。じゃあ、こういうところに書かれたこの要素がプライベートとなっている場合に、こいつのスコープはどこまでかっていうと、このホゲという構造体の中だけで有効みたいな話なんですよね。だけどそれは、C 言語的には全く縛れないんですよ。だから結局は名前をつけてごまかすしかない。例えばプライベートバリュー1みたいな名前にして、なんかあこれはプライベートっぽいなみたいなシンボルの名前で区別できるみたいにすれば多少あの見分けはつくかもしれないけど、そこへのアクセスはこの同一のホゲシーンの中である限り、まあ、不可能ではない。プライベートと書かれていても、でそれ防ぎようがないのでどうしようもないですよね。ただこのコードって自動出力されるんですよ、あの IL2C で。だからそれで出力された後のソースコードをさらに手でいじってみたいな状況とか、あるいはこうやって出力させておいてライブラリにする直前になんか自分で作ったソースコードをそこにあのさらに埋め込んで、でそのソースコードが、無理やりそのプロトタイプ宣言を コピペするなどして、なんかこのプライベートバリュー1っていう名前が引けるようにして、でそこにアクセスするみたいな、もうお前それやったら反則だろうみたいなコードを書かない限りはそれは実現しないので、これインターナルとプライベートの両方について、まあプロトタイプ宣言で上に出しておくということでいいんじゃないかなと思います。プライベートは、プロトタイプ宣言はやっぱり出さなきゃいけないですね。プライベートであっても、なぜかというと、こういうホゲの、メンバーにあるメソッドが複数ある場合に、そのメソッドがなんかこう相互に依存して、シンボルを参照するしかもしれなくて、でそうするとその前方参照しかできないので、プロトタイプ宣言がないとなんかささあのコンパイルできなくなってしまう。だからプライベートであってもプロトタイプ宣言はあの出力する必要がある。ので、やらなきゃいけないこととしては、ヘッダーファイルにはパブリックで出す、ソースコードの方にはインターナルまたはプライベートの場合に、プロトタイプを出すということですかね。あ、意外とややこしいですね。もっと後に考えたかったけど、まあしょうがないですね。はい、ということで、ちょっと、だいぶいろいろまとめたんですが、これ一回ここで切ろうかな。作業としては、ちょっとすいません。内容、どういうことをしなきゃいけないのかっていうのは、これで大体分かったので、もう一度言うと、最初にやるのは、単一のアセンブリ、アセンブリに対応する単一のヘッダーファイルとソースコードに出力すると。で、マルチモジュールの対応自体はやる。だけど、どのモジュールで宣言されたものについても、その単一のヘッダーファイル、または単一の C のソースファイルに出力する。
マルチなそのソースファイルとかヘタファイルは作らないっていう方針にしましょうかね。それが最初にやること。で、次にやることはプロトタイプ宣言を正しい位置に出力します。パブリックなものについては、ホゲエッジ、ヘッダーファイルの方に出します。プライベートまたはインターナルなものについては、C のソースファイルの方に出力しますと。いうことですかね。これで担保されたことになるのかな。ですね。はい。というような感じで、次回はそこの作業の方から、続けていきたいと思います。じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。